6前半6後半なのかな。昨日何回やったっけ、昨日にだっけに休み。後半戦結構ハードですね。2122 頑張れー、あたし。あ、ジジありがとう。あ、ジリーちゃん、あ、キムチさん、あ、みんなクマさんもありがとうございます。ありがとう。あ、うん、マッカーシーくんが輝くクマちゃんを置いてくれました。ありがとう。後ろの照明と同じくらいそこで輝いてます。みんなと同じところにいるかな。ありがとう、嬉しい。コリーくんもありがとう。今日でもさ、いろんなところで映ってたね。今日たくさん映してもらった、優しいフジテレビ様。自分の隣のところと、なんかここ最近映してくれるよね。痛いって君の電話、ありがたい。ここも映してもらう。あと今日いつもとなんかカメラあり結構違かった。唇はこんなにも、あ、ここか。ここ初めて映された。いつもだいたいあそこのサビ、お代理のとこからウィーンって三角形に沿っていくのに、今日逆側から来た。映ったことないところで映ってた。あれもっと短いはずだった。なんかちょっと長く映っててちょっとラッキーだったですね。ちょっと戻っちゃった。あれ長くないと思って、長いなって。好き好き衣装に。あれは今日ゆきりんさんがね、おリボン貸してくれたの、優しい。ゆきりんさんは今日帽子だったよね。本当私カチューシャなの、この衣装の時。カチューシャしのぶさんとフィッティングした時に、しのぶさんに何がいいですかねって言って、おろし でカチューシャって決めてたんだけど、もう決まってるんだけど、もう今日はね、んー、でもやっぱりなって、メイクすればいろいろちょっといろいろね、お顔にちょっと勲章が、怪獣のね、頑張ったあれがね残ってるので、今日はメイクバッチリなのでいけるんちゃうのと思ってハーフアップしました。そう、上にゆきにさんがいつもつけてるリボンつけてた。そう、いい感じにいつものリン岡部です。今日顔面強い。でもそう、ちょっと強めにしました。今日はメイクも今日はつよつよです。何それ、なんか見たことないやつくれて。何それ、アヒル、え、アヒルをありがとう。アヒル。ありがとう。
行ってるからお風呂入りたくない。これ大好き、この髪型好き。じゃあね、もう今日はお風呂に入ってこれを崩さないといけません。悲しい。イルミネーションカーテン最近自分がね好きなお店があるんだけど、やっぱクリスマスはイルミネーションしないとね好きなの。今日はあれじゃない、今日はね合間になんかクレープを食べに行ったり、ご飯を食べたり、お洋服を見たり、そういう時間も少しできたので幸せでした。あと待機してる時誰も携帯持ってなくて、一部の人はもうなんかそのままやると思ってた、持って何も持たずに行ったら意外と待ち時間があって、そうだからリハーサル室に閉じ込められてたから閉じ込められてたっていう言い方に、そこで誰が言い出したかちょっと忘れちゃったけど、なんか花一文目とかフルーツバスケットやってた。どんどんこじんまりとやってたら仲間がどんどん増えてた。やることがなかったのよ。花一豆はミユとおだいりとマギシャンとオンさんとモモと、あ、そのメンバーか、そうだ、あと人数合わないからマネージャーさんを強制参加させてやってた。笑いすぎて、笑いすぎてちょっと喉ガラッガラッと舞台やってて全然喉の調子悪くならないのに、笑いすぎて今喉ガラガラになりそうめっちゃ面白かった。めっちゃ面白くて、なんかマネージャーさんとか動画撮ってたけど音も使えない、あれはダメ、あれ使えないいやもうなんか最初はほんと真面目に花一文目ってどんなやつだっけみたいな感じで思い出しながらやってたのよ。かーって嬉しい花一文目とか、ちょっと途中のあの長いやつは隣のなんたらみたいなやつはちょっとちょっと省いて簡単バンジョ出てたんだけど面白かった。いやどんどん最初はなんか普通にやってたんだけど、どんどんなんか大喜利みたいになってきて、音さんとかは最初は総監督が欲しいとか、いや普通に誰々が欲しいみたいな名前でやってたんだけど、なんかどんどんなんかそういう何が欲しいみたいなのがなんかなんかコードネームが面白くて、そうでどんどん最後の方が過激になってきて、それで音が使えないもんいやもう例えば私だったらコードネームがもうホリプロが欲しいとかマンマさんが欲しいとかアイズワンが欲しいとかその類音が使えないもん、後の方が過激になっちゃって、もうそれで笑いすぎて笑いすぎてそうで最後マネージャーさんとお代理とミュウ3人が残ったから、こっち側でまとまったから、最後にエイトが欲しいって言ってじゃんけんで食ってマネージャーさん1人になって終わっためっちゃ面白かった。
下ネタはないけど、でもそういうのがちょっと面白かったです。マネさんが一人になったところでっていうすごいくだらない遊びをして、はい、本当に面白かったです。過激な花一文をしてました。エイトが欲しい。最後、もう最後の方はね、複数人狙いで髪が長い人が欲しいとか、なんか面白かった。あ、クリンク、コーチありがとう。なんかそれで笑いすぎたらもうちょっと喉ガラガラ。まあ、ちょっと歌えない私。歌えないや。ごめん。明日、ごめん。もうできない。いきますよ。いきます。じゃあ明日私だけ歌なしで。いや物語始まらん。いや全然大丈夫です、冗談冗談、全然いけます、大丈夫です。いやでも無理、こういうこの本番期間中に違うお仕事が入ると本当に戻るのが大変になります。明日は早起きしたいと思います。もう目なんかに言い訳ない。7か、大変だね。21、なんか前よりハードじゃない？2回公演がこんなに続くのはちょっとね、なかなかないっすね。結構大変っすね。あーそうだね、ワールドカップ4時からいいな、見たい。お、なんか褒められてる。めっちゃ偉いよ、だって。やったやった。褒められた。あっという間に終わりよね。きっとね、あっという間なんでしょうね。今。でも確かに前半戦も終わるの早かったですね。あ、連絡星人くん、くんって初めて言った。ありがとうな、センキュー、ありがとう、優しい、ありがとう。髪型、うんね、いい感じ。もう待って、本当に花一文目のせいでおかしくなった。私もう何が一番って笑うのが良くないんですよ。そうだからみんなといるとすごい楽しくて笑っちゃうから、だからなるべくみんなといないようにしてるの。そう、笑うのが一番良くない。すごい笑っちゃうの私。
で、枯れてるわけじゃなくて、なんかガラっちゃうだけ。理由しょうもない理由。いや本当に今日めっちゃ爆笑しちゃった。大丈夫、寝ると治るから全然大丈夫。りんちゃんが群れない理由はさ、そういうことでもないけど。え ?57分？え、嘘でしょ。時計を、時計間違ってるんじゃない。え、早い。まあでも今日帰ってくるの遅かったからね。早い。まあ今日も元気にリップグロスしてきました。みんな見てくれてありがとう。明日もショール、まあ全然あんまり時間は取れませんが、いけると思います。イエーイ。こちらこそありがとうございました。ランキング読む、読むよ。13位てっちちゃん、12位りんちゃん推しさん、11位キムテツさん、10位岡崎さん、9位ミストラルくん、8位トモマングランプリ、7位超めんどくせい人、6位リュッケ、5マイちゃん、4位マッカーシー、3位チェリーちゃん、2位コリンくん、1位ジジです。あ、ありがとう、ありがとう。 Thank you。 どうした、いきなり。いいえ、一日お疲れ様でした。明日の朝ごはんは今から作る。急に大声出すな。私の大声はこんなもんじゃねえぞ。出るときは出るんだから。ありがとう。喉を大事に、すごい心配されちゃった。全然大丈夫です。もう終わるかな。ちょっと手振っとこ。バイバーイ。切れるかな。おやすみー。